こんにちは、南雲圭天です。今日も YouTube のビデオを撮っていこうと思います。今日はですね、ちょっと困ったことがあって、詳しい人教えてください。それはですね、僕こう肩がね、すごくこう凝ったというかだけじゃなくて、それからこう肩甲骨のこの辺見えるかな、この辺がすごい痛くて、そしてこうここの筋がすごく痛くて、この辺まで、この辺とかもね、痛くて、すっごい参ってるんですよ。弟もね、どっちかの手、肩から腕がしびれるようになって、お医者さんに行ったら、首のヘルニアじゃないかということで、で、なんかそういう専門店じゃなくて、専門の病院に行ったら、その首のヘルニアでちょっと出ていて、首のこう後ろを切って、で、こう縫った跡があるんですよね。それからなんかいいって言ってるんですけど、僕もこう例えばパソコン使うから目からとか、そういうのと かパソコン使う肩こりなのか、それともやっぱり首から来てるのか、ちょっと不安なので、もし詳しい人いたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。